こんにちは、大和田奈々です。今日はじゃーん3COINS でお買い物をしてきたので、こちらの紹介をしていきたいと思います。楽しかった。久々に3COINS 行った。ちょっと早速開けます。ちょっともうタグを外しちゃってるものがあるので、先にそれを紹介しますね。じゃん、シュシュ。なんかあの3COINS ってアクセサリー、ピアスとかもすっごいたくさんあるんですけど、最近流行ってるビッグシュシュとカチューシャもたくさんあったんですけど、私はちょっと白と黒を買いました。なんか持ってたんですけど、確か黒はどっかへちょっと行っちゃったので、300円だしと思って2つ買いました。白と黒が多分一番使いやすい気がする。しかもなんかシャカシャカしてる生地で、なんていうの、ちゃんとボリュームが出てくれるから、かわいいと思って、ちょっと2色買いました。めっちゃ良かった、マジでアクセサリーいっぱいあって。次、じゃん。これはなんか結構話題になってる、なんか人気商品みたいなので、めっちゃ一番前に出てて、あの、こういう、これは食器洗剤ボトルらしくて、ここに洗剤を入れて、スポンジこう上からやったら出てくるよっていうタイプのやつらしいんですけど、私はちょっとメイク落とし、を入れて使おうかなって思ってます。ここにホットをこうやってやって、めっちゃいい。でこれは、ね、右に回すとこう出なくなる、ちゃんと固定されてくれるらしくて、すごいいいなと思って買いました。これあと黒、なんかちょっとブラウンっぽいパッケージのやつもありました。これめっちゃいいなって思います。次、じゃん。これはトートバッグ、エコバッグ、ツーウェイショルダーエコバッグ。なんか、あの、3COINS、バッグとかも結構いっぱいあって、マチ付きのトートバッグがすごい人気らしいんですけど、なんかインスタでも結構出てきたんですけど、なんかそれは、白が売り切れで、ブラウンしかなかったので、ちょっと私はブラウン使わないかなーって思ったので、普通のエコバッグを買いました。なんかあの、最近やっぱ、スーパーとかコンビニとかでも、袋が、有料化されたじゃないですか。なので持ち歩くようにはしてるんですけど、ちっちゃくなるのめっちゃいいなと思って買いました。可愛くないですか。ちょっとなんかこのなんかボコボコってしてるチェックのやつ、これはこっちでも持てるし、こっちでも持てるよみたいなやつなんですけど、可愛い。これも黒とちょっとベージュピンクみたいなのがあって、私はこっちの色にしました。可愛くないですか。私すごい適当にクシャクシャってできるからいいなって思って買いました。これになんかタグがついてる、ここは普通になんかシンプルなトートバッグ、エコバッグです。かわいいじゃん、いい感じ。これを使ってお買い物したいと思います。意外と便利なんですよね、1個あると。なんかママになんかエコバッグいるみたいに言われて、え、欲しいって言ったら、なんかすっごい、なんだこれみたいなやつ、色のやつを渡されたので、ちょっと可愛いの欲しいなって思ってたので、嬉しい。次、じゃーん、マスクを買いました。あの、マスクもめちゃくちゃ種類いっぱいあって、あの、これはなんか夏用、あ、やばい、領収書。夏用の、なんか、冷たいやつなのかな、クールって書いてある。のやつを買ったんですけど、なんか今まで出てた普通のやつはグレーとベージュとピンクが入ってたんですけど、これはグレーとベージュ 2枚ずつらしいです。これが小さめサイズ、多分女性用みたいなサイズと、あとこれ子供用サイズ、これはちょっと甥っ子用に買いました。かわいい。ちょっとお揃いにしたくて、ちょっと私の方開けますね。ちっちゃい子のサイズもあるのいいですよね。4個入ってる。うわ、なんかテロンテロンなんですけど。ベージュつけてみよう。いや、うっす、すご。なんかやばい。すごいんですけど。え？うわ。あ、すごい！冷たい！うわ、これいいかもしれない、結構。これ繰り返し洗って使えるみたいなやつ。え？いい感じじゃないですか、結構。ベージュかわいい。これが冷感と UV カット。え、すごい。SPF50 プラス。で、洗濯可能で、抗菌もしてくれて、防臭ストレッチ生地。
3D 設計って書いてある。すごい、これ確かに薄いしめっちゃ冷たくて気持ちいい。めっちゃいいわ。 UV カットしてくれるの超いいですね。グレーもつけてもいい。うん、グレーもいい。けど私はベージュの方が使うかな。わ、これ冷たくてめっちゃいいわ、薄いし。わ、これめっちゃおすすめかも。なんか最近流行ってる韓国のあのなんかこういう形のマスクなんて言うんだろう、あれ、あのリップがつきませんみたいな、つく肌につく面積が狭いですみたいなやつあるじゃないですか。結構流行ってるマスク、あれも、あの使い捨てマスクも売ってたんですけど、なんかあれってサイズあるのかな。なんか大きめサイズみたいな、サイズが1種類しかなくて、サイズ合わなかったらちょっと嫌だなと思ったのでこっちにしてみたんですけど、これめっちゃいい。これめっちゃいいわ。ちょっと早く甥っ子に渡したい。あとこれなんかあの甥っ子、あの男の子なんで、ちょっと色がピンクとか入ったら使わないかなって思ったんですけど、ちっちゃい子用のはアイボリー、グリーン、ベージュ、グレーだから、結構女の子でも男の子でも多分使えるかなって思ったので、これも買いました。かわいい、これ4枚も入ってる、かわいいよね。いいね、これめっちゃいい、嬉しい、一番いい。あとその甥っ子のもので言うとこれ持ってくの大変だった、じゃーん、傘も買いました。私なんかもう子供いないのに子供のものを見るのがめっちゃ好きになっちゃって、なんかうわっこういうのも似合いそうだなとか、こういうの使うかなみたいなめっちゃ考えちゃって、これを買ってる時にもう、え、傘めっちゃ可愛いと思って、子供用の傘こんなの持ってたらめっちゃ可愛いじゃんと思って。甥っ子は黄色とピンクが好きらしいので可愛いよね、黄色が入ってる。あと車が大好きなので、この車柄の傘買いました。可愛くない、こんなん使ってたら可愛い。使ってほしいな。使ってくれたら写真送ってください、私のお姉ちゃんへもう甥っ子の写真が来るたびにもう一人で可愛い、もう動画とかみんなに見せるもん。マネージャーさんとか友達とかでもちょっと見てめっちゃ可愛いからって言ってもうすぐ見せちゃう、超かわいい。これなんか、あと傘、あの、でっかくこうパンって開くと、恐竜柄とか、サメ柄ってなってて、これなんか、尾びれみたいなの出てくるようになってるやつもあったんですけど、ちょっとそっちより車が好きなので、こっちにしました、私は。めっちゃかわいい、これ使ってほしい。もう会うたびになんか、プレゼントを持って、行ってる。三井おばさんだから。次、じゃーん。これは、珪藻土ソープディッシュを買いました。なんか私、石鹸を使ってて、お風呂の中で。ボディーソープと一緒に石鹸も置いてあるので、なんか今までは、吸盤みたいなやつに置いてたんですけど、これめっちゃ可愛いと思って。珪藻土だし、すぐなんか、乾いて衛生的かなと思って。これを買ってみました。可愛くない？こういう柄最近流行ってるよね、韓国で。可愛い。多分これ物によってちょっとずつ柄が違うんですよね。これめっちゃ可愛い。普通になんか洗面台に置いてもいいよね。これのなんか、あと歯ブラシ立てと、もうちょっと大きめのコップ型の珪藻土のやつもあって、全部同じ柄だったから揃えても可愛いかなって思いました。洗面台のところで。私はとりあえず、石鹸。ソープディッシュ石鹸置きだけ買った。これは150円でした、1個。これいいよね、めっちゃ可愛いし。と、もう1個アクセサリーが可愛いとさっき話したんですけど、アクセサリー、イヤーカフを1個買ってました。ゴールドのパールがついたイヤーカフ。なんかね、種類めちゃめちゃあったんですけど、これがね、可愛いかなって思った。結構シンプルめのやつと迷ったんですけど、これだったら1個つけてて結構大きめだし、可愛いかなって思って買った。めっちゃいい、これ。可愛い、これ300円ってめっちゃいいの。私、イヤーカフめっちゃ好きなんですよね。楽だし。ピアスとかイヤリングだと疲れるじゃないですか、ちょっとここが。なので、イヤーカフ最近ハマってるんですけど、これめっちゃ可愛い。おすすめ。次、じゃん
これはもう急にめっちゃ日用品。これはネットなんですけど、洗濯用ネットみたいなやつなんですけど、これめっちゃいいなって思ったのが、すごい持つとこについてる。これ中開くと3つになってるんです、ポケットが。すごくない？これめっちゃ良くないですか？ここに小物系っていうか、下着とかちっちゃめのものを入れて、こっちには大きめのものが入れるようになってて、これ私結構旅行とか、なんかちょっと大荷物の2泊とかするときは、こういうネットを1個持ってって、使った下着とかをそこに入れてって、そのまま帰ったらそのまま洗濯機に入れるっていう感じにしてるんですけど、これ1個入れてたらさ、いいよね。靴下と下着と着た洋服とか、肌着とか入れられるから、めっちゃいいなって思った。めっちゃ生活感あるけど、急におすすめ。なんかね、ネットもね、いっぱいあったんだよね。もうこれが圧倒的にいいなって思って、これを買いました。ラスト、じゃーん、ライトニングケーブル。これは iPhone 用のケーブルなんですけど、 iPhone、iPad 系でもね、これなんかいいなって思ったのが、この先の部分が L 字になってるんですよ。なのでこうやって刺した時に、ここが邪魔にならない。だから私ゲームとか結構するんですけど、こう横持ちの時とか、ここが全然邪魔にならないって書いてあって、めっちゃいいと思って買いました。良くない？これ、しかもね、なんかくすみピンクで可愛いんです。何色かあったけど、これが一番可愛かった。1m、これマジでいいよね。しかもなんかさ、ここからさ、こう出てるとさ、結構折れるじゃないですか。折れて壊れるけど、これだったらさ、良くない？これ持ち運び用で愛用したいと思います。感動した、これ。こんなの売ってんのと思って。しかもこれ300円ですよ。すごくない？なんか結構くすみグリーンとか何色かあって、めっちゃ可愛かったです。超おすすめ。こんな感じで私の購入品10点紹介してみたんですけど、いかがだったでしょうか？結構良かったんじゃない？なんか日用品、生活感あった気がする。ちょっと甥っ子のものとかもあったけどね。なんか久しぶりにお買い物して楽しかったです。お店とかお買い物あんまり最近できないので、久々になんかどれにしよっかなって迷ってる時間がすごい楽しかった。私こんなに充実してるんだ今と思って、すごく楽しかったです。アクセサリーをね、今度はもうちょっと見てみて、可愛いなったらまた買いたいなって思うんですけど、ちょっとぜひ皆さんの 3COINS とか100均とかのおすすめがあったら、こういうの便利だよとか、こういうの先あるんだよっていう、ちょっとおすすめとかあったら教えてほしいなって思います。楽しかったです、個人的にすごく。ということで今回も皆さん見ていただいてありがとうございました。いいなって思ったらグッドボタンぜひよろしくお願いします。ということで次の動画もぜひ見てください。バイバーイ。Thank you.